はい、どうもおはようございます。源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、公衆留学2日目ということでね、やっていきたいと思います。で、今日はね、朝ごはんをね、食べていきたいと思いますが、こちらね、ピータン、肉のルー、わかんないな、かゆ、おかゆですね。おかゆをいただきたいと思います。で、これでお水をまず作らなきゃいけなくて、お水をね、多分使うんですよ。だから、ちょっと開けてみるか。どれぐらい入れるのかね。そう、朝ごはんと夜ごはん、1日目の夜ごはんと朝ごはんは自分で作ってくださいって感じなんですけど、5分でできるみたいで、まあ、半分ぐらい入れればいいかな。それで、まあこんな感じで、あれうまくいかない。あ、そうだ、電池入れてなかった。はい、じゃあね、ちょっと待って、お湯を沸くのね、待っていきたいと思います。はーい。でね、まあよく寝れたっていうのと、あとは結構ね、快適ですね。本当に快適、なんか本当に、部屋が気持ちがいい、本当にいいとこです。あとは冷房も結構つけられるのでね、涼しいのと、あと中国語のね、勉強もっと頑張りたいなっていうね、意欲は出ていますね。で、昨日もちょっと勉強してから寝ました。そんな感じかな。あ、そうだ、これそのまま食べれるやつみたいなので、そのまま食べてみたいと思います。はい、乳内フェンかな、わかんないな。ダンガオかな。ケーキですね。はい、こんな感じ。美味しそう。いただきます。あれ、電池入ってる。ちょっと待ってくださいね。なんかね、昨日はうまくいったんだけど。どうしてだろう。色がつかなくなっちゃった。あ、できた。ちょっと差し込み具合が弱かったみたいですね。で、まあいいや。このね、パン食べてますけど、結構ね、卵の味がしますね。結構卵ふんだんに使えてる感じで、これお土産にいいんじゃないでしょうかね。袋になんか書いてないのはあるけど、とても美味しい。食べやすいですよ。すごいね、甲州で作ってます。いいですね。はい、じゃあね、ちょっとね、お湯沸くのまだかな。お湯ちょっと待っていきたいと思います。はい、じゃあお湯ができましたね。早速これね、入れていきたいと思います。こんな感じ。お粥の素ですね。こんな感じかな。なんか面白い。オフみたいな。なんだろう。これでうまくできるのかな。で、あとこういう、なんか、小麦っぽいの。で、これを入れて、お湯を入れていくんじゃないですか。線が中に入ってあるので分かりやすいですね。はい、でね、またもやね、スプーンがついてきましてね。前回はフォークだったんですけど、今回はスプーンが内蔵しております。でも私は、お箸を使いますね。じゃあ、5分待っていきたいと思います。行ってみよう。はい、ということでね、5分経ちましたので、早速ね、おかゆ食べていきたいと思います。おー、なるほど。
何の匂いだろう。ちょっと豆乳っぽい感じの香りですね。匂いがしますね。あちちちち。すごいね。こんな感じ。もう結構お粥のお米の部分が結構柔らかくなってますね。熱い。熱くて食べられないです。これはね、絶品。とっても美味しかった。ミルクスティックケーキね。1日に動画2本撮ろうかな。なんか、せっかくだからね、まあ、撮れたらだけど。美味しい。何の味だろう。たまに小麦が入ってきますけど、ピータンって何なんだろう。あ、ピータンなのかな。ちょっと調べますね。ディープルとかでカメラ入力、中国語。あれ、うまくいかない。ハーフーショウ、卵、赤身肉ということで、卵なのかな？ね。卵。美味しい。なんだろうね、この、鶏がちょっとね、あれっぽい。サムゲタン？なんか、何ですか？鶏の中にさ、なんかお米入ってる料理あるじゃないですか。ね。あれみたいな、すごい体が温まる感じの味になってます。あれ？全然ね、最近ね、言葉が出なくてね、もう大変ですよ。なんか、中国語が全然出てこなくて、サムゲタンでいいのかな。そう、サムゲタン。サムゲタンみたいな味。鶏がね、美味しいです。結構美味しい。びっくり。絶品です。あとでね、オレオとか食べたいと思いますけど。これのオレオ可愛いでしょ。パンダの。これ 5個つながってて、これ買いました。パンダ。これでもいいね、お土産。ね。ね。食べやすいもんね、オレオ。おいしい。まあね、そんなとこですね。ルームツアーもしたし。あと朝ね、すごい景色がいいですよ。景色が。こんな感じなんですけど。すごいね、後ろね。その、何ですかね、窓がでかくて、で、あそこ、横が、なんか、建物になってるんですけどね。で、ここが、ベッド2つあって、僕、独身させてもらってます。そう、まあ、宿舎のね、間って感じなんですけど、とってもね、居心地がいいところでね、よかったって感じ。で、ここがね、ご飯と、動画撮影してるところですかね。はい。はい。じゃあ戻りますか。はい。ということでね。今日はね、そう。お粥をいただきましたから、とても美味しかったです。温まりますね。お粥とか朝、お粥がいいですね。はい。ということで今日はこれになります。チャンネル登録、高評価、今日の動画します。ということで、以上。